皆さんこんにちは、はやぶさのやまとです。今回のこの YouTube 動画の企画はですね、相方に Uber Eats でご飯送り合ってみたということでございまして、まあ、今緊急事態宣言中ということもありまして、まあいつもみたいにというか今まで通りにこうご飯食べに行ったりですとかね、そういうのがしづらいというかできない状況で、まあ自宅でご飯を食べることが多くなってると思いますけれども、まあやっぱりとはいえこうね、免疫力とかのためにもやっぱりご飯はしっかり食べていただきたいなと相方としても思うわけですね。というわけで今回はその Uber Eats で選んで、ちょっとこう元気つけていただこうかなと、ご飯食べて、でそれをちょっとお互いにね送り合ってみるという企画です。まあひかるちゃんの方はちょっとね難しいと思うんですよ。僕に送るのがですね、結構ね食べ物の好き嫌いも結構ある方ですしね、まあただ好みはやっぱりまあ、お互い分かると思うんですね。もうほぼ毎日一緒にいますから、食べ物の好みはまあまあお互い分かってると思うので大丈夫だと思うんですけども、こうちょっと、満足してもらえるようなものをちょっと選んで送ってみたいと思います。皆さんご機嫌いかがですか。はやぶさのひかるです。昨日からずっとですね、Uber Eats のページをこう見て、ヤマトのお家の周りで、なんかこう良さそうなもの、そしてヤマトが好きそうなものをですね、いろいろ選んでみました。逆にヤマトから何を送られてくるのかっていうのも、非常に楽しみであります。何を送ってくるんでしょうか。お付き合いください。こう一番いいのはあんまりこう自分で注文しないようなものとかね、あんまり普段食べないようなものがいいんですけどね。だから和食で行くか中華で行くか別ので行くか、ひかるちゃんが何を送ってくれるかですね。まあ、かぶることはないだろうけど、いやでもな、いやひかるちゃんの好物を見つけたんですけど、これで食べるかな。いやでもまあ、喜んでくれるじゃあ喜んでくれるかな。おなじみのあれでいきますか。じゃあ、はい、わかりました。まあまあこれは外れないでしょう。はい、もう大好物ですからね、ひかるちゃんの。ちょっとね、まあまあ行ってみましょう。はい、さあいいの見つかりましたので、これが届くことを届きますもんね。さあどんな反応してくれるか楽しみですね。で僕のとこにも何が来るか楽しみにしています。届くまでちょっと待ちます。今ですね、やっと注文の方が終わりましてできました。とっても美味しそうなものでしたからね、美味しく食べてちょうだい。じゃあね。さあということで、ひかるちゃんから届きました。はい、これね、はい、届きました。なんだろう、ちょっと見てみて。丼っぽいですね。はい。あらららららら、まあ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 。あら、美味しそう。ちょっと蓋開けて。これは、知ってるな。好みの。さすがだね。ちょっと、はい。見えるかな？はい。プルコギ丼ですって。知ってるね。やっぱり、これは美味しそうだね。なんか、ソースもついてるよ。赤いやつね。ちょっとピリ辛なのかな。あら、まあいいね。知ってるね。
丁寧に、ここのこちらのお店ご丁寧に、アメちゃんもついてくるのね。ありがとうございます。やっと、これは美味しいでしょ、もう。じゃあちょっとね、赤いソースかけて。はい。いただきまーす。食べたことないかも、プルコギ丼って。割り箸がすっごい割れ方しちゃった。はい、あ、お肉がたっぷりだね。いいのか、ほら、いただきます。うん、甘辛。お肉とね、ネギがたっぷりで、卵も入ってるし、野菜も多いしね、意外とヘルシーかもね。お肉、人参、ネギ、ピーマン、いいっすね。こういうのが一番好きだわ。でございます。うん、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。初めて食べましたけどね。ご飯食べた後ってぼーっとしてるんですよね。ジャスミン茶、飴玉ママ、後で食べるとして。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。結構ゆるい感じですけどね、お互いの家に Uber Eats でご飯送り合ってみたという企画でしたけれども、まあ、あの、本当に大変な状況の中ですけれども、こうやってね、ご飯を届けてくれる方がいらっしゃるっていうのは本当にありがたいことです。ありがとうございますね、ひかるちゃんもありがとうございます。美味しいの選んでいただいて、ひかるちゃんは満足してくれたかな。まあまあ大丈夫でしょう。はいはい、あ、ご苦労様でした。出ます。ウーバーイーツさん来ました来ました。皆さん、やっと来ましたよ、大和からの、ウーバーイーツが届きました。何を言ってくれたんでしょうか、ね、なるほど、もしやこれはバーミヤンですね。バーミヤン、バーミヤンです。あー、ちゃんとね、入ってますよ。なるほど、中華を選んできましたか。わ、中華を選んできたです。餃子が来ました。餃子、ほら、餃子ですよ、バーミヤンの。どれどれ、ほら、美味しそう。出来たて、熱々です、まだ。これは五目焼きそばと見た、私の好きな五目焼きそばと見た。おお、皆さん、五目焼きそばですよ、ほら、湯気が出てます、熱々の。麺はこんな感じです、麺はこんな感じです。では、この具をね、入れますよ。わー、美味しそう。お腹空いてたから、もう待ち遠しかったです。はい、バーミヤン好きなの知ってますからね、ヤマトはね。餃子もね、いただきます。もうこのまま食べれますね、何にもこうお皿を使わずに。いただきますね。まだあったかい。
美味しい。美味しい、熱々で。待ってた甲斐があります。いいですね、テイクアウト。いいですね、ウーバーイーツ。出来たて。じゃあ餃子もね、食べます。餃子食べます。いきます。やっぱ最高、バーミヤン美味しい。ごちそうさまでした。完食。まかった。ごちそうさまでした。ヤマト君、そして作ってくれた方、配達してくれたウーバーイーツのお兄さん、ありがとうございました。美味しくいただきました。面白い企画でしたね。何を送ってくれたかわからないので、ドキドキしながら待って、そして届けてくれたものをいただくという今日は企画でした。またこんなようなことやってみたいと思います。美味しかったです。またね。さあ、まだまだね、寒い日続きますから、まあ、コロナウイルスもちろんですけれども、風邪とかね、インフルエンザにも引き続きご注意いただいて、皆様にとって素晴らしい日が続きますように、お祈りしております。ぜひチャンネル登録、高評価で、動画のコメントですとかね、Twitter、Instagram、SNS もやっておりますので、ぜひともチェックしていただいて、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はやぶさのヤマトでした。